皆さんこんにちは。歯科医院地域一番実践会地域一番ディレクターの岡本雅史です。本日は簡単に始められるチームビルディングの第一歩というテーマでお話をしていきたいと思います。私は今年で歯科医院専門のコンサルティングを始めて7年目となりますけれども、今全国はですね、青森から佐賀まで全国で24件のですねクライアントさんを見ていく中で、いろいろなチームの形を見てきています。もっとですね良いチームにしていきたいと思われる先生でも、チームビルディングなんてちょっと程遠いよなという先生にこそですね、簡単に始められる第一歩をお伝えしていきたいと思いますので、そういう先生こそですね、最後まで動画の方をご視聴いただければと思います。私たちは北海道から沖縄まで全国で約400件のクライアントさんを持つ、日本最大の歯科医院専門のコンサルティング会社となっております。日々ですね、いろいろな院さんにお伺いする中で得てきた知識であったりとか、課題の解決方法をですね、定期的に配信していきたいと思っておりますので、チャンネル登録がまだの方は今すぐチャンネル登録をお願いします。それでは早速本題に移っていきましょう。まず最初にチームとはというところなんですけれども、ここでチームの定義をしていきたいと思います。チームの定義っていうのは、共通の目的を持った2人以上からなる集団のことをチームと定義づけます。なので最初のポイントとしては、その共通の目的、共通の目標をどこに置くかということになるかなというふうに思います。これは〇〇デンタルクリニックとか〇〇歯科医院という船がですね、どこに向かって今出航しているのかということを明確にしましょうということですね。目的地のない船っていうのは当然ですけれども、嵐に巻き込まれて転覆してしまったり沈没してしまったりするわけですよね。なのでしっかりと目的地を明確にする。目的地を明確にすれば、じゃあその航路をどこを通っていくのが一番いいのかということを明確にすることができますよね。なのでしっかりとこの目的地明確にしていきましょうということです。この目的地なんですけれども、例えば1日50人を診療するとかですね、自費率を 40% まで上げるっていうようなものだと非常に共感しづらいですよね。例えば漫画のワンピースで言ったら、主人公がですね、海賊王に俺はなるっていうことではなくって、例えば1日50人俺は倒すとかですね、1日100万ベリー俺は稼ぐって言ってても多分共感しづらいじゃないですか。そうすると仲間が集まってきづらいですよね。なのでこの委員の共通の目的に共感してもらった仲間と一緒にですね、船を進めていくというイメージを持っていただきたいということですね。なのでここの共通の目的明確にしていきましょう。そしてチームでですね、その共通の目的目標を明確にした後はですね、その共通の目標を達成するためにチームのみんなで意見をぶつけ合う必要が出てきます。そうすることで様々な角度からですね、いろんなアイデアが出て、予想もつかなかったようなですね、新しいアイデアというものが出てきます。あ、そういうやり方だったのかっていう新しい気づきにつながるわけですね。ただ問題なのは、そういう意見を出した時にですね、何その意見バカじゃないのとか、話聞いてた、何それ分かってるとかですね、そういう否定的な意見であったり、否定的なこう圧力がですね、こうかかってしまう環境だと、やっぱり自由なアイデアって出しにくいですよね。出しにくいというか、むしろ出せないと思うんですよ。で、そうでなくても自分の意見っていうのはみんなの前では発表しにくいものなんですね。例えばミーティングで意見を募集する。なんかこれに対して意見ある人って言っても誰も発表しない。みんな下向いてお通夜状態。これ多分すごいいろんな委員で、ああ、あるあるって思われると思うんですけれども、これもう当然なんですよ。自分の意見を言った時にやっぱり恥をかきたくないんですよね。こんなこと言って大丈夫かなとか、この意見みんなとずれてないかなとか、こんなこと言ったらバカにされるんじゃないかなっていう恐怖心があるので、あんまり言いたくないんですよ。なので何か意見あるって聞いて出てこない方がむしろ正常だと思ってください。それをみんな誰も意見言ってくれないんだよなんて言ってても絶対一生意見は出てきません。なので意見が出てこないからといって、じゃあ一人ずつ順番に発表していってくださいみたいなことをやってしまうと、結構この地獄のような時間になってしまうわけですね。なのでこれには有効なやり方があります。まずですね、人数をですね、2人から3人のグループをいくつか作らせるわけですね。じゃあグループを作ってもらって、そのグループの中でちょっと意見を出し合ってくださいって言って、意見を話し合わせるわけですね。そしてそのグループの中で出た意見をですね、発表してもらうことによって、自分の意見ではなくって、自分たちのグループではこういう意見が出ましたという発表の仕方になるので、自分の意見じゃないっていうところが心のですね、支えになって、発表が全然苦じゃなくなります。これはですね、もういろんな様々なクライアントで試してですね、実証している効果がありますので、ぜひですね、ミーティング、あんまり意見出てこないなっていうところは、やってみてください。確実に意見が出てくるようになってきます。そしてこの2人から3人っていうのもポイントですね。5人とか4人ぐらいのグループになってしまうと、その中で喋らない人が出てきちゃうわけですね。でも2人から3人だとみんながですね、ちゃんと喋って意見交換するような場になっていきますので、人数はあまり多すぎない方がいいでしょうということです。で、もう一つポイントがあります。それは発表者はこちらで指定をするということですね。例えば、じゃあその2人から3人のグループの中で髪の毛が一番長い人とか、誕生日が一番早く来る人とか、あとは今日一番早く起きた人とかですね、そういうふうにこちらでその人が発表してくださいという形で発表者を指定しないと、誰が発表するのみたいなところでまたざわざわなっちゃいます。で、これもう一つ利点があって、そういうことをすることで、じゃあ例えばじゃあ今日一番早く起きた人が発表してくださいっていうことをこちらで指定をしますよね。そうするとそのグループの中で、今日何時に起きたっていう会話が始まります。そうするとミーティング自体も活発になりますし、そこからの流れでですね、意見が出しやすいような空気感が作ることができますので、ぜひですね、この流れ覚えておいてください。そして、グループの中でですね、出た意見発表してもらいますよね。そうしたら必ず拍手でその意見をですね、肯定するようにしてください。その意見を否定する。何それとか、いや、全然違うじゃんとか、っていう意見は絶対に言っちゃダメですね。そうすると、なんかこう、自分がなんか悪いことをしたような気分になって、もう同じようなシチュエーションでもう喋らなくなっちゃいます。なので、出てきた意見は全て肯定をすると。拍手で、認めてあげるということですね。仮にそれがちょっとぶっ飛んだ意見だったとしてもですね、そういう観点もあるのかとか、そうきたかとかですね、その考え方新しいねとかですね、そういうプラスの言葉で迎え入れてあげることで、よりですね、次のグループなんかも、どんな意見言ってもちゃんと受け入れてもらえると思って、出てきた意見をですね、率直に伝えやすい場ができていきますよということです。で、このミーティングの型一つとってもそうなんですけども、マネジメントっていうのは型がすごく重要なんですね。その型をですね、徹底的に学ぶためのセミナーっていうのが、この院長マネジメント力徹底強化セミナーというものになります。こちらですね、開催の概要については、概要欄の方にですね、詳細書いてありますので、ぜひですね、興味ある方は受講されることをお勧めします。そしてもう一つのポイントとしては、自分の意見が否定されない環境づくりということですね。ここすごく重要になってきます。チームビルディングの中で一番重要なポイントですね。で、こういう環境が達成されると、たとえバカバカしい意見であっても、自分がですね、本当に委員のためになるなと思う意見であればですね、しっかりと発言できるようになってきます。で、どんな発言をしたとしても、それを否定されない。そういう環境が前提にあると、チームとしてレベルが上がっていきますよということですね。で、そういう、例えば話し合いをしているときにですね、仮に、それって無理なんじゃないですかとか、それってこうじゃないですかみたいな、否定的に聞こえる意見があった時には、ファシリテーターであったり、院長先生やリーダーがですね、それって、意見ですかそれとも批判ですかということを、それを言った本人に確認をします。それが批判なのであれば、批判はダメですよと。受け付けませんので、却下します。意見であれば、前向きに検討していきましょうという形になるので、もしも意見であればですね、それに対して前向きに建設的な話をしていくという流れを作っていきましょう。で、この環境づくりっていうのはですね、非常に難しいです。一回だけやればできるっていうものではないですね。ただ、これをすることによってチームっていうのは格段にみんなが委員のことを思った意見を出せる場になっていきますので、チームとしてのレベルが上がっていきますよというポイントになっていきます。そして、どんな発言も受け入れてもらえる安全な環境だと思えれば、自分自身がですね、そこに対する帰属意識も上がっていきますし、自由闊達な意見交換の場になっていきます。とにかくその自分自身がですね、認められている、承認されている状況というものを作っていきましょうということですね。そこでそういうですね、安全な環境を作り出すためにおすすめなのが、このプラスを増やすためのワークです。これはですね、まず職場の中で、みんなにですね、ワークをしてもらうわけですね。例えば仕事の中で、こんなこと言われたらへこむとか、こんなこと言われたらテンション下がるなとか、モチベーション下がりますとか、あとはやめたくなるとかですね、こんな態度取られたら嫌だとか、こういう反応されたら嫌だなとか、先輩がこんなことしてたら嫌だなとか、後輩がこんなことしてたら嫌だなとか、こういうですね、職場の中で自分がマイナスに感じるポイントっていうものを箇条書きでまず書き出してもらいます。一方で、こんなことされたら嬉しいなとか、こういうことを言われたらすごいテンション上がるなとか、仕事頑張れるなとか、こういう雰囲気を出してくれるとすごい仕事がやりやすいとかですね。先輩がこういうことやってくれるとすごい嬉しい。こういうこと言われるとすごい助かる。後輩がこういうことやってくれたらすごい嬉しいなとか。そういうですね、仕事を通してプラスになるようなシチュエーションってどういうものがあるかというものを、こちらもですね、箇条書きで書いていきます。そしてこれもですね、グループの中でちょっと話し合ってもらってですね、グループとしての意見として、出し合っていただいて、最終的に委員としてですね、因としてのプラス面とマイナス面を、上げていくわけですね。そしてこのマイナス面っていうのは、そのマイナス面の中にですね、書かれていることが起こると、誰かが気分が悪くなる、気分を害する、嫌な気持ちになる、テンションが下がるというものの一覧です。一方でプラスの方に書いてある内容というのは、誰かがそれを取り組むことによって、誰かが気分が良くなる、テンションが上がる、仕事が楽しくなる、やりがいを感じるというポイントになるわけですね。で、その一覧の中のマイナスの要素を減らしていくっていうことはもちろん重要なんですよ。もちろん重要なんですけれども、そこって結構無意識に行われていることが多いんですね。そのマイナスの中に書かれている行動を意識的にやっている人ってあまりいないわけです。無意識化で行われていることなので、減らしていくのって結構難しいわけですね。放置していいわけじゃないので、もちろんみんながですね、その内容を確認をして、あ、これもしかしたら自分やってるかもしれないから気をつけなきゃなって意識することは大切なんですけれども、それで減るとは限らないです。一方で、プラスの要素っていうのは意識的にいくらでもできるんですよ。ね、ありがとうって言われたら嬉しいって、書いてあったらいっぱいありがとうって言えばいいじゃないですか。バキュームが上手になったねって言われたら嬉しいって書いてあったら、ね、ドクター院長だったらすごいバキューム上手だったねって言ってあげればいいじゃないですか。そうやって意識的にできる行動、プラスの行動を増やしていくということを、院全体で取り組んでいただきたいんですね。そうやって自分自身がですね、やられて嬉しい行動がたくさんできてくる。プラスの行動で溢れ返る委員の中では、自分自身が承認されたというふうにですね、捉えることができるわけですね。そうすると自分自身が安全な場だという気持ちが高くなっていきますので、こういう意見を言っても誰かが承認してくれると思えるわけです。なので仮にそれが突拍子もない意見だったとしても、バカじゃないのとか、そんなのありえないじゃんとか、無理に決まってるじゃんじゃなくって、あ、そういう意見面白いねとか、もっと出してみようかって言われたりとか、わあ、その視点なかったわ、新しいねって言われたりとか、そういうふうにですね、プラスの環境を作っていけると、チームとして力がぐんと上がっていきますよということですね。そしてこのですね、プラスの要素とマイナスの要素を、こういう形でですね、院全体のものを張り出していくということです。これも一つのポイントですね。張り出していって、このプラスの要素をとにかく意識をしましょうということですね。これ実際に私のクライアントさんでですね、出し合った意見になります。すごい人数が少ない委員さんなので、出てきた意見もそんなに多くはないんですけれども、こういう形でですね、そのハートの外側にあるものに関しては、意識をして減らしていきましょう。でも実際に減らせるかどうかは無意識化の行動なので、あんまりちょっと効果は期待できないかもしれない。でも、ハートの中にあるプラスの要素を増やす。こちらに関しては意識次第でいくらでもできますよね。朝礼でみんなでこれを見てですね、今日はじゃあ、このポイントみんなで意識しよう。って言って取り組んだら、全員でプラスの行動を取り組むことができますよね。それをやることによって誰かのテンションが上がっていく。誰かが仕事に対してすごくモチベーションが上がっていくのであれば、こんなに簡単でモチベーション上げられる方法ないわけですよ。なのでぜひですね、こういう取り組みから始めていただきたいなというふうに思います。はい、まとめですね。共通の目的は何かということを明確にしていく。そして意見が出しやすい場、ミーティングの場をですね、変えていって、みんなが自由闊達な意見交換ができるようにしていく。そして最後にですね、お互いを認め合い、プラスが溢れる環境に変えていくための、そのための第一歩、ワークをしていくということですね。もちろんお互いが認め合う環境を作れれば最高ですけれども、そんなのうちには無理だよって思われてる先生いっぱいいらっしゃると思うんですよ。でもそのためのワークだったらできますよね。そのワークをやった結果、どうなるかはわからないです。でもやったことによってどういう行動でみんなのモチベーションが下がってるとか、どういう行動でみんなのモチベーションが上がるかっていうことは明確にわかるわけじゃないですか。であればこんなに効果のある取り組みはないと思いますので、ぜひやることをお勧めします。そして実践会では LINE に登録してくれた方限定のですね、動画っていうものも配信しています。ロームの話であったりだとか、院長先生だけに聞いてほしいようなですね、内容をですね、LINE 登録者限定で配信することがありますので、こちら LINE 登録まだの方は、概要欄にある URL、スマホからクリックしていただければ、すぐに友達追加できます。ぜひですね、LINE 登録されることをお勧めします。今登録をしていただくと、このようなですね、6日間の無料ゼミという形で、超有料級の情報も配信しておりますので、ぜひですね、LINE 登録のほどよろしくお願いいたします。はい、いつも動画を見ていただいている皆さん、いいね、コメント、そして動画の拡散、いつもありがとうございます。引き続きですね、実践会チャンネルの動画の視聴の方、よろしくお願いいたします。それでは、ありがとうございました。